前回でも議論になったんですけども、参考資料でランセットのレターも添付させていただきましたけども、一つはですね、前回要するに津川先生もおっしゃってましたけど、福島県と他の地域ですねの比較は妥当ではなくて、福島県内の線量の比較的高いところと低いところをやっていたらどうかという意見がありましたが、それに関してはそうしていくという方向性が多分医大の方からも示されたと思うんですが、もしそうであるならば、おそらく最初のプロトコールですね、そのプロトコールももう一回検討して書き換える必要があるんじゃないかというのが一つです。それからもう一つは今の状況を見るとですね、やはり過剰診断の可能性っていうのも否定はできないという気がするんですが、そうしたものに対する県あるいは医大の立場というか、そうしたものをもう少し県民に知らせるのか、あるいはどういう時点で過剰診断ということを含めて、今後もし必要があれば現在の検査体制並びに治療方針というものを変えて、あるいは変更していくのか、もしそういう方針がもしあるならばですね、ぜひシェアしていただけるとありがたいと思います。先生、何かご意見ございますか？プロトコールの件についてもごもっともなことで、その都度検討したいと思います。あと先ほどからの過剰診療の件ですけど、我々この検診を始める前から通常の住民や皆さんへの説明の言葉の中で多く出ることは既に分かっているということを言いながら説明はしております。でその中で今過剰診療という言葉を使われると非常に心を痛むんですけど、我々この甲状腺の治療を診断をする中でも、既に前回も申しましたけど、日本では1990年代に超音波ですることは過剰診療につながるので慎重にしようと。で今回は検診をどうしてもこういう福島の状態でせざるを得なくなった時にどうしようかということで診断基準を作ったんです。で、過剰に、取り上げることをしないで5ミリまでにして、5ミリから10ミリも先ほど申したように超音波だけで本当に必要な人だけ、細胞診をする。で実際に細胞診をして悪性なし悪性が疑いが出ても、それが例えば通常の今までの臨床のレベルでは過剰診療と言われるものに関して、それをあえて治療しているということはございません、それ通常のレベルで必要なものは治療を進めますし、通常の今の診療レベルで、経過観察しているものは同じように経過観察を進めている、そこの基準に関しては同じです。ただ発見動機が検診という超音波を検診をしているのでそういうふうになっていると。ですから結果が全然発見率が違うということがあるので、それに対して今後どういうふうにするかというのはまた違う対象になっている福島県民の状況が違いますので、そこは今後検討の余地が必要かと思います。あとは志賀先生おっしゃられたことに変わるつながるんですけど、県の我々みんなが心配して、子どもを長きにわたって見守る検診をやろうということが目的ですので、完璧に科学的に、対症例を作るとかそういうことをするのではなくて、子どもたちの健康を長きにわたって見守るという中での検診ですので、決してその中でこういう貴重な意見をいただいたことを無視するわけではなくて、ここから盛り込めるものは盛り込みながら考えていきたいとは思いますが、それは私個人の意見ですけど、ありがたいことで、具体的にいろいろ教えていただければと思います。鈴木先生いつもおっしゃっていることで、いろんな検査をするけども、基本は子どもの健康将来に対する不安の解消ということで、治療優先のために過剰診療するために検査をしているのではないということだと思うんですが、何か、はい、はい、鈴木先生ありがとうございます。2つあって、1つはですね、もちろん先生方が県民の健康のためにと思ってやっていらっしゃるのもみんな従事しておりますし、やはり福島という状況も理解しているつもりです。ただ今の段階でやはりかなり数が多くてですね、で、厳密な5ミリあるいはその A2、A1 とかそういう基準も作ってやってらっしゃるとおっしゃってますが、ただそれでもやはり過剰診断の可能性というのは否定できないかという気もするんですが、ただその5ミリのカットオフでそれに細胞腫をしているから過剰診断はない、過剰診治療はないというのはどういうエビデンスなのかということを教えていただきたいのと、それからやはり
ずっと万全とですね今の状況を続けるのか、あるいは今分かった知見でやはり数が安全かおっしゃってましたけど少しずつこう軌道修正していくこと自体は私は全く間違ってないと思います。むしろその方が現実的でありますし県民のためになるんじゃないかという気がするんですが、その辺いかがでしょうか。じゃあ今の、技術的なことなんで私答えさせていただきます。柴先生おっしゃることもっともなんですが、5ミリっていう基準がまず二次検査に回す基準が5ミリっていうのはあるんですけど、今度細胞診をするかしないかは、5から10ミリの間っていうのは今度は超音波の診断基準って別にあるんですけど、それで悪性の項目が6ないし7項目あるんですけど、それが全部揃ったっていう非常に厳しい条件の人、全てが強く悪性を疑うという人が細胞診を進める。で基本的には5から10の間は極めて細胞診をしないっていうのが募集団の。すみません、その悪性かどうかが僕は話してるんじゃなくて、それは偽陽性の話だと思うんですね。こういった過剰診断っていうのは癌であっても放っておいてもおそらく生涯なんていうんですか悪さしない可能性があるっていうことに対して過剰診断と申し上げてるわけであって、癌かどうかっていう偽陽性に関しては議論する。じゃあそこはその次になりますけど、将来まで、それを言い切れるサイズっていうのは今のところ多く言われコンセンサスが入れているのは5ミリまでで、5から10はケースバイケースと、要するに5から10でも転移している人もいれば、それは臨床的に今世界中どこでも取らなくちゃいけないし取らなくてもいい。ですから今言ったような基準があって、その中でより悪性度が高いと思われている人だけ5から10で選ぶ。そうすると実際はほとんどがリンパ節転移がもうすでに見つかっているとか、そういう他の条件があることで、決して過剰にはならないと。通常の治療を当然大人でも通常治療を進められる範囲だということでございます。ですから取らなくてもいいものを、子供だから心配させて取っているということではございません。で通常の診療で、それは誰でも見つかれば取るだろうというもの。いや通常の診療でもやはりその過剰診断とは言われているわけでありまして、今の罰会ですね。ですからいや堂々巡りなんですけど、そこが違う、堂々巡りではそうじゃなくて、臨床的に、明らかにもう転用している、明らかに声がかすれるって人は治療しなくちゃいけないんです。この小児もほとんどそういうケースなんですか。そういうケースを5から10の間で手術、特に小さい方でなった人っていうのはそういう条件があるから、で、10に近ければ近いほどもうそういうのがなくなって、多分過剰診断と偽陽性って多分混同されているという印象があります。僕が言っている過剰診断の定義というのは病理組織学的にはがんですけれども、検診がなければ症状も出ずに診断されなかっただろうと、そういうがんのことを指しているんですね。で前回津金先生もおっしゃってましたけど、もう世界的には分かりやすい甲状腺がんというのは過剰診断の傾向にあるというのは証明されているわけです。そういうものを踏まえて僕が前回も申し上げたのは、やはり住民の方々の健康を守るというのはもう本当にそれは最優先の課題だと思いますが、やはり現在の検診がやはり過剰診断そして過剰治療につながっているという場合にはですね、やはり子どもたちに傷も残しますし心の傷も残しますし、まあ、ホルモン治療も必要ですしコストもかかると、そうしたものも検討して、先ほど先生おっしゃっていたように病理学的にやはりがんであっても予後はいい可能性もあるがんもあると。ですから甲状腺がイコール、死に直結するイメージというかですね、そういうものをなるべくこういう検診とかいう場では避けて、なるべくなんていうか怖いイメージというかですね、そうしたものも配慮していかないと、今検診とその治療というのが完全に乖離してますから、本当に治療自体も、親御さんの気持ちを考えるとですね、やはりがんと診断されると即治療ということになって、もしかしたら必要でない治療も多々あると思いますので、でやはりその過剰診断の可能性に関しては事前から口頭では先生おっしゃってたと申します。今ちょっとサーチしたんですけども、そうしたものが見つからなかったので、もし可能であればですね、そうしたなんていうんですか、偽陽性ではなくて、過剰診断治療というものの可能性ですね、そうしたものを少し本体の方でも検討していただけると、この部会の前回の議論も踏まえて意味があるんじゃないかというふうに考えております。はい、渋谷先生のご意見に対して鈴木先生ちょっとお願いします。渋谷先生に僕はこれからもう少し、何度も理解を求める話をしなければいけないと思うんですけど、この過剰っていう言葉を容易に使われてるんですけど、我々診療をしている中、あと子どもを見ている中で、これが本当に過剰であるっていうことが
あれば非常に問題なことで、我々その言葉を先ほどから言ったように胸が痛む思いで、過剰という言葉を百も承知で、こういうことが存在するということは承知で我々は90年代から保育園の専門家は共に生きてきて、今回こういう事象があったときにどういう基準で検診をするかという中でこういう基準を日本の専門家には通して、コンセンサスを得た中でやっておりますが、その中で取らなくてもいいものっていうのが、過剰というものを簡単に説明できると言えば、生存率だけで取らなくてもいいということであれば、多分死なない人も後で見つかっても今まで死んでませんけど、ただ我々清水先生もご存知のように、声を失うほどになってから見つかる、また見つかっても、生存率のデータでは10年20年では結果は出ないけど最終的に死に至る人がどうしても進んでくると出てくるというのはこの甲状腺がで、このレベルで、取れた人が決して QOL 傷も小さいしいろんな意味で悪いことではないということで、しかもそれを何度も言いますけど通常の診療でこれをこういうがんが見つかりましたと言ってこれは普通取らないけど心配だから取りましょうねというようなレベルのものを取ってるわけではないということを何度もお伝えしたいんですけど、その中で、何度も言いますが偽陽性じゃなくてですから極めて5から10でも極めて限定した人だけを治療が必要だと思われる人を細胞診してです、ね、その中で本当に陽性が出た人の中でまたその臨床症状とかいろんなものを合わせて判断した中で、ご両親等と同意を得た人が治療してでしかもそれに対して我々、日本中でこの症例に対してはコンセンサスを専門家では得られていると思いますけどそういう中でやってますので決して、不安を持って見つけたものは取るとそういうことが逆にないように、基準を設けて、多分それこそ臨床的には分からないくらい小さいものでも細胞診すれば、もっとがんが出る可能性は理論的にあるんですけどそれは本当に治療が必要かどうかというのは疑問を持たれるのでそういうものに関してはあえて経過観察をしているでそういうものはおのずと必要なものはちゃんと進行してきて通常の診療で分かるよ検査で分かるよだから見守るという体制をしているというのはそういうことでございます。ですから決して取らなくていいものを取っているわけではないということをもう少し専門の先生方とも少しコメントをいただきたいんですけど我々はそういうことでやっております。すみません、その治療しなければいけないという基準というのは具体的にもう一回挙げていただきます私はね2つの理由、今の中に大きな申し上げたいことが2つあって、1つは小さくてもその場所ですね、例えば5ミリのがんが見つけたとしてもそれに神経に近いところであれば雇用です半壊神経の近くであれば手術を進めます。それは生命には関係ないですね。でも声を失うこともあるし声あるいは気管に近ければ気管浸潤して結局気管を切除しなくちゃいけない、あるいは感情切除して単体を踏むと危険な手術をしなくちゃいけないということもあり得るわけです。だから位置によって僕が言ってる過剰診断ってそういうのはない可能性あるがも通ることを過剰診断と申し上げて、そういうのはもちろん過剰ではないと思います。それはもう一つ言いたいのは将来ですね、今も4号院の E と言われているがんがどういうビヘイビアする生物学的に育っていくかっていうのは誰も予想できない。それからあと生物科学的にも裏付けがまだない時代ですね。いわゆる未分化がん低分化がんに移行していくのはどうして移行していくんだろうと、それは非常に頻度としては少ないですけれども頻度として少ない、例えば 1% あるいは 0.1% としてもその患者さんにとっては 100% であるということを考えると、やっぱりほとんどは生命に影響ないからそのまま放っといてもいいものかもしれません。だからそれを果たして本当に放っといていいものかどうかということを検査手術をしなくてですね、検査するのはやっぱり定期的に調べていかないとリンパ節転移が一つ二つ三つと出てくるかあるいは増加していくかどうかということですね。あと一つ先生に渋谷先生にお伝えしたいことは、将来生命予後ではなくて寿命を全うできるような要するに治療しなくていいがんっておっしゃいましたけど、いわゆる冒険例での甲状腺乳頭がんのほとんどは5ミリ以下なんですね。で 5ミリ以下は5ミリ以下でも我々もガイドライン正しいが気をつけていますが明らかに
遠隔転移があるとかリンパ節転移があるとか遺伝性の家族で濃厚だとかいろんなことがある、ただし書き以外の人は5ミリ以下は避けようというのが一般的です。ただ5から10に関してはそういう臨床症状的に取らなくちゃいけないものと取らなくてもいいものはあるかもしれないけど、そういうものを一例一例明確に分かるわけではない、そこはグレーゾーンですので、じゃあそれを全部根こそぎ取ってるわけではなくて、先ほども言ったようにそこに敷居を高くしてその中で明らかに悪性度が高いものや場所の悪いもの、そういうものだけを選んで、細胞診をして場合によっては手術になっているということです。ですからその臨床の現場で僕もよく分かりません、臨床やってましたが、それ一人一人に対してもちろんそれはね見つけたらという気持ちもありますし、まあ、場所が撮影とかあればもちろんやると思うんですけど、ただ明らかに世界的なデータを見るとその検診をすることによって増えたということを僕は申し上げているので、今回の検診とその一般的な子どもの甲状腺がんの治療なんて話ではなくて、やはりその今回検診することによってかなりの多くのお子さんにがんが見つかって、じゃあそれを解釈するときの一つの可能性として過剰診断があるんじゃないかということを申し上げているわけであって、じゃあその先はねどうすればいいかというのはまた別の話だと思うんですけど、もちろんその治療するかしないかはもちろん親御さんの判断も大事でしょうし専門家の判断も大事だと思います。ただこの現実として数が増えている可能性としては過剰診断の特に超音波によるスクリーンによる過剰診断が多いんじゃないですかということを申し上げて、それがいいか悪いかということを言ったわけで、僕はファクトをどう解釈するかの話をしていて、さらにもし過剰診断であるならばですよ、やはりその過剰治療ということ、まあ、過剰という言い方は、まあ、先生にはちょっと耳障りだと思いますが、本当に僕もあんまりオーバートリートメントオーバーダイオシという言葉を使った方がいいのかもしれないですが、その必要もない治療をしてですね、やはりその子どもが傷を残って、まあ、もしかしたら将来がんになるかもしれない、今はそうじゃない検診をしなければ見つからなかったというケースもあると思うんですね、逆のことを言えば。じゃあどちらをするかというのはなかなか難しい判断だと思いますし、特に福島の状況を見るとやはり心配ですから検診をしようということになったのがよく分かります。すいません、ただ臨床症状というか臨床データを我々が公表していないのになぜ取らなくてもいいがんだというのが断定できるんでしょうか。中には、それは申せませんけど決して取らなくていいがんだというものを、我々が手術したということはありません。いやだからそれはじゃあどういう、ね、その臨床的に本当にこれが臨床的に取らなくてよかったかどうかというのは判断基準というのはやはり少し先生がさっきおっしゃった声がうんぬんというのはもちろんやらなきゃいけないと思います。先生それだけでは足りなかったので、はいはい、一般的にリンパ節転移とか、はい、腫瘍の浸潤とか、はい、そういうものを含めて、今回一番小さい人が5ミリ台ですのでそこをみんな捉えてますけど、多くの人は10ミリ以上で、はい、しかもリンパ節転移がどのくらいあるかということも含めて、結構リンパ節転移の方そういうことの数は個人のデータなどお話はできませんけど、決して ないわけではない。声が出ないとか声に影響あるとかリンパ節転移の結果が割合なんですか。リンパ節転移の数はここでは公表しない。じゃあそれじゃ分かんないですよね。その医療診療の、まあ、フェーズに移ったお子さんから その情報をですね、どこまで県民のものとして、共有すべきか、あるいは国民の自身のものとして共有すべきかなんですね。お一人お一人の情報はもちろんその個人情報ですけれども、でも何人かの患者さん そのデータが集まった段階でですね、そのなぜそのリンパ節転移の割合が公表できないのかというのはちょっと疑問に感じますし、他の情報に関してもそうです。例えばその匿名化した上でその、まあ、画像データですとか、あるいは病理のデータをですね、なぜそのデータベース化したものした後でその公表できないのかというところは、まだちょっと納得できない点があります。私がこれを公表するしないの権利を持っているわけではございませんし、私は今日はそういう医学的な事象を答える役目として来ております。あとこの検診の運営をしているものとして来ておりますが、その公表に関してはまた別な問題があると思います。ただ先生のおっしゃったことは分かりますが、その前に先生のおっしゃった問題がまず気にすると思います。まずこれが先生がおっしゃったように二次検査の後通常診療にするということがなじまないと、でデータは誰のものかということをおっしゃいましたが、
今のところこの県民健康調査の最初からのシステムとして二次検査で、細胞診が先ほど出たような形である程度診断が確定した場合、そこから、まあ、良性ないし悪性とある程度診断が確定した場合、その診断をもって二次検査としての県民健康調査の検査は長年見守るものですけど、また検診は繰り返すわけですけど、そこで、医療行為を必要とする、または医療行為を継続して検査をする必要のあるっていう人は通常の疾病として、通常診療として、最寄りの施設等に紹介をして、そこでフォローしていただくという形になってますので、そこに関してはある程度、今まで、そういうことで公表をはばかってたところありますけど、それでもやはり悪性ないし悪性疑いの人はどのくらい最終的に悪性だったのかということで、現在手術をして、診断が確定したということと、あと年齢分布等だけはお出ししてますけど、ここのことを聞かれるために出すということに私どもまだそこの対応と取り扱いを丁寧にするということからは、決して渋谷先生おっしゃったこと、春日先生おっしゃったこと、ここで答えれば個人的には済むことなんですが、今そういうことでもう少しこう一つの取り決めがないと我々としては公表できないということがありますけど、逆に言うと先生方がこうやっておっしゃってくださることがいろいろな形で、次の方針に影響するのではないかと思いますが、真摯に受け止めたいと思いますけど、そういう今システムであるということであります。今回のこのこと全国が注目していることなので、ある程度、まあ、先生難しいと思うんですよね。今おっしゃったようにね、もっと中枢の人って言いますか、なんて言うんですか、先生中心になってやられてるんですけどと思うんですけど、県の方にお願いするか、やっぱり知っておきたい、伝えておきたいデータはしっかり伝えておきたいただきたい。この今回のこういう会議で話題になったことの中でですね、検討していただいて公表していただければなと思います。それの方が安心できるようなデータも絶対あるはずなので、そういうところをこれからもこちらで検討してピックアップしてお願いしていきたいというふうに思います。はい、じゃあ西先生、この検討部会としての希望ということに出せばいいと思いますし、それから取られた組織は保存されてますか、まあ、どうか、まあ、それは答えですけども、それはちゃんと取ってますよね。いかがですか。まず誰が手術したかも公表してない話なので、例えば渋谷先生、本当に鈴木先生をはじめ福島医大の皆さんご尽力を本当敬意表して大変だと思うんですが、やっぱりデータに関してですね、やはり例えばこの本体の県民健康調査を含めて各疾患との突合とかですね、個人の線量とか、まあ、データベースどういう状態になっているのか、ちょっと可能な限りシェアしていただきたいのと、先ほど そのできるだけこう情報を出すというのは僕は非常に賛成で、やはり疑念がある場合ですね、やっぱりバックにあるデータというのはきちんと、もし可能な限りですね、例えばじゃあリンパ節に何パーセントあったのかというぐらいは別に何も問題は僕はないと思いますので、そうしたものを出していくというのがやはりその疑念を払拭する最も最短の道だと思うんです。ありがとうございます先生、助けを出して、ね、普通のお子さんのデータベースも含めてですね、今後科学的な論文で、公表するという形をしながら社会的使命を果たしたいとは思っています。おそらくリンパ節転移の頻度がどのくらいかというのはもちろん我々の外科医の世界のみならず一般的な人も世界中の人が注目していると思います。ですからぜひそれは何かの形で発表していただければと思います。